俺の名前は田原俊弘。じゃじゃあ、明日からどうやって生きりゃいいんだ。このクソったれた人生に絶望している男だ。俺は少し前までパブで働いていた。4番テーブル、フィッシュ&チップス、上がり。了解です。あの店じゃ15年のベテランで、店のことは誰よりもよく知っていたんだ。バイト時代から慣れ親しんだあそこでずっと自分の腕と知識を震える。田原がいると安心するよ。私なんかより店長に向いてるんじゃないか。おだてたってまかないの量を増やすくらいしかできませんよ。俺はそう信じていたけど、そんな未来はもろくも崩れ去った。すまない、このご時世だからこの店も閉めることになったんだ。そんな。そう、新型コロナによる飲食産業への大打撃だ。正直言って職場を失ったのはショックだった。ああ、寂しいな。あそこは俺にとって青春の思い出で第二の家と呼べるほど慣れ親しんだ場所だったのだ。けれどいつまでも感傷に浸ってはいられなかった。家賃を払ったらギリギリ食えるかってところだな。収入が途絶えた俺はあっという間に経済的に貧窮してしまったのだ。政府からの給付金も生活費すべてを賄うことはできない。飲食関係で求人はありませんか？今は難しいですね。前職の経験を生かそうにも飲食業は全く仕事がない。かといって何の資格もない30代のおっさんを採用する会社などあるわけがない。さあ、俺は一体どうしたらいいんだ。解雇されてからたった一月で俺の人生はどん詰まりになっていた。そうして暗くなるまで途方に暮れていると、俺に声をかける人間がいた。みーちゃん、どうした？こんなところで黄昏れてよ。それはホームレスの老人だった。普段なら相手になどしないのだが、この時の俺は完全に参っていた。仕事をクビになったんだ。飲食業だったから次のあてもない。そうか、世の中はこの騒ぎだもんな。お前さんみたいな若いのも職にあぶれるか。だからじいさんに心の内をぶちまけたんだ。こちらの話をすべて聞くと、じいさんは公園の真ん中で焚いている焚き火に俺を誘った。若いの、こいつを投げ入れてみろ。ああ。言われるままにドラム缶へ木片を入れると、あっという間に火は燃え移っていく。普段なら何でもないことのはずが、この時はなぜかとても美しく見えた。炎には浄化の力がある。わしも時折こうやって心に溜まった悪いものをきれいにするのさ。お前さんはまだ若い、いくらでもやり直せるさ。じいさん、人情の温かさに俺は泣いた。こうして勇気をもらった俺が自宅へ帰ると、待っていたのは、来月から家賃を5割増しに。そんな無茶な。なんだい、文句があるなら出て行ってもらっていいんだよ。親からの思わぬ申し出だった。これはシャレにならない。今家賃を上げられては生活が破綻してしまう。勘弁してくださいよ、これじゃ生きていけない。知らないね、こっちだって余裕がないんだよ。なんとか説得しようとしたが、大家のババアは聞く耳を持たなかった。こうしてぶり返したこの先への不安は、俺の気力をまた萎えさせた。どうする、貯金なんてないから来月にはホームレスだ。策はないかと必死に悩んでみても、ポンコツな頭から出るのは冷や汗とふけだけだ。煮詰まった頭を何とかしようと外に出ると、ああ、俺も社会のゴミか。アパートの壁に積み上げられたゴミが目に入った。その時ゴミの中に木材を見つけた時、ふと頭によぎるものがあった。それはあの公園で見た焚き火の炎だった。そうだ、あの炎を見たら少しは楽になるのかな。そんな誘惑に駆られた俺は、そのままフラフラとゴミの山へ吸い寄せられていった。もちろんじいさんが言っていたのがこういうことじゃないのは百も承知だ。段ボールにタオルもある。こいつにライターのオイルを含ませて。けどうまくいかない人生への苛立ちが俺を強行に駆り立てた。冬場で乾燥していたため、火はあっという間にアパートを炎上させた。燃えろ、燃えちまへ。こいつさえなければ悩むこともないんだ。頭痛の種がグレンに巻かれる様を見ると、すっと心が軽くなる気がした。しかし、それも一時のこと。だ！冷静になると自分のしでかしたことのヤバさに肝が冷えてくる。俺が火をつけたの、誰にも見られてないよな。衝動的にやったことなので、アリバイとか全く考えていなかった。その時、俺の耳に叫び声が聞こえた。助けて、熱い、熱い。ありゃ大家じゃねえか、逃げ遅れたか。その声の主は3階の窓から身を乗り出している大家だった。その瞬間、典型が舞い降りた。そうだ、あのばあさんを助けたら俺が疑われないはずだ。普通に考えて放火犯が住人を助けるわけがない。しかも救援に命の危険があればあるほど俺のアリバイは信憑性を増す。まさに悪魔的発想だ。待て、危ないぞ。
うまくすれば俺は一躍ヒーロー。家賃だって交渉できるに違いない。火の回ったアパートの中は灼熱地獄のようだったが、ここで引くわけにはいかない。市中に勝つありだ。俺は装備なしで目的地へたどり着くことができた。そして大家の部屋に飛び込んだ俺は、窓から奴を向かいの建物の屋上に放り投げた。俺も脱出だ。ドン！間を置かずに俺もそこへと飛び移ったのだ。駆けつけた消防隊に救助された俺は思惑通りヒーロー扱いされた。大家さんは無事ですか？落下の際に背骨を痛めたみたいだが、命に別状はないよ。命が助かったのならその程度は安いもの、ごうつくばりの罰だと思ってもらおう。こうして放火の件はお咎めなしと思っていたが、世の中そんなに甘くはなかった。監視カメラにお前が火を放っているのが映っている。これはどういうことだ？なんと他のビルに設置されていた監視カメラに犯行の様子が映っていたのだ。言い逃れなどできるはずもなく、俺はそのまま刑務所行きへと相成った。ヒーローが一夜にして卑怯者か。手のひら返しにも程があるだろう。やっぱり世の中ってのはクソだ。畜生め。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。